チャオあっちゃんです。今日6月15日のあっちゃんのおやつっていうか駄菓子、もちっといちご、ミニミニもちもち大福だよって書いてある。なんかね、うん、なんか可愛いウサギちゃんが書いてある、はい、いちご大福です。あっちゃんちっちゃい時ねこんなんなかった気がするこれ本屋さんの駄菓子コーナーで買ったんよ。下の子がめちゃくちゃうまいもちもちでって言って、今1個に2粒入ってるから量と2人で分け分けしたの。こんな感じ、プルン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 、あ、粉落ちた、パソコンの上に、はい、こんなんです。はい、では食べたいと思います。うん、美味しい。なんかこんなん、うん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 、もちもちで美味しい。あと1個あんの。はい、欲しい人、じゃあ半分こするか、じゃんけんして1人で1個食べるか、好きにしたらいい。2人で決めてください。じゃんけんしたら負けるリスクがあるから半分にしようやって仲いい兄弟いいことですね。このままね、仲良くいい兄弟のまま大人に育ってほしいですね。はい、捨てといて。はい、ということで、あっちゃんの今日の駄菓子、あ、捨てちゃった、もちもちいちごもちもちいちご大福でした。実はね、姉妹商品もちっとプリンっていうのも買ってきて、あの、これまたいつか食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。